さあ、今日もトゥモローチルドレンやっていきたいと思います。こんにちは。街はどんな風になってるかな。ロードが長いよね、いつも。よし、カメラが。お、ランチャーゲット。なんかお店が減ってる。あー、ツールはあるんか。あ、鶏兄貴さん、こんにちは。今日も頑張ります。お、お、サメちゃんもいる。みんな早いな。あ、お金。ケロあるから、チェーンソーある。食べるか。うん、なんか呼ばれた。うん、気のせい。64、走るぞ。さあ、電気作って次のバスに乗って島に行こうかな。おう、
今日調子悪い。なんかいっぱいできてるね。あ、食べちゃう、作ってる。とりあえずいっぱい電気に貯めて、その後島に行こうかな。さもいっぱいある。植えようかな。よどこに植えよう。この辺でか。誰かが作ったのを勝手に植えるっていう。すごい早く来ないかな。フラフラせんと働け。働いてる。あ、人口が減ってるっていうか、いなくなってる。同士が4人いるんだ。かわいいや。あ、消えた。サメちゃんが消えた。サメちゃん、イエーイ。あんな50人ぐらいいたのに、市民が、市民？この状態であんなにいたのがゼロになって500人とか無理なんじゃね？
あ、ボスが来たっぽい。ボスに行きたいけど、ボス行こう。ボス、ボス、あれ？ボス来てなかった？あ、いや、バス来たと思ってたけど気のせい。これはまたやっちまった感じかな。あ、金、うい、あ、うい、あれ、バス気のせいかな。なんで？なんかあったんかな。突然ゲームが終了しました。そして今再度再開。拾ってた餌はどうなったんだろう。なんで急に消えるかな。おかしな現象が起きました。なんか不具合かな。突然消えるって悲しい。よし、よし。違うよ、働いてたんだよ。身持ってないことになってる。でもスコップは持ってる。ギリギリまで働いてたんですけど、どこまでがなかったことに。なんかあいつ器用ね。あ、撃つやつもない感じ。街に当てないように。
壊してる。虫歯の島だよね。そうだ、虫歯の島だ。これどこが掘れるとかいうのがいまいちないよね。どんどん掘って、こっちに行った方がいいかな。こっちダメなんだ。よし、行ってこーい。やばっす。お、歯発見。なんかこんなんなんだ。あ、やべ、電気いるわ。電気ないかな。私の持ち物はジェットパック。ジェットパックで乗るか。よし、テント。テントって何に使うの。テントってなんだっけ。わからん。テントの使い方がわからんけど、とりあえず落とすか。バス停はあっちかな。こっちだね。てい、どこ行った。落ちたね。チェーンソーで切って、どんどん切って、どんどん切って、木材をいっぱい
集めて町を復興させねば。ウォリアウォリア欲しいな。住民権が欲しいな。ちゅうかこれわりかし見にくいよね。ドリア。よし、木の実が落ちるね。あ、サメちゃん、お勤めご苦労さ、いや、サメちゃんもお勤めご苦労様です。なんか住民ゼロになっちゃってましたね、悲しきことに。約12時間ぐらいで住民ゼロってっていう。まあまあひどい感じの。住民の家が全滅ですよね。見ました、私も。衝撃的な光景を。ゼロになってるみたいな。お金。うえい。そんな夜中まではしないよこのゲームっていうね。ちょっと目を離したらそうなるっていうことですもんね。なかなかの鬼。すごー。あっこに メタルが見える。あっこに落ちたら死ぬかな。エレク、そう、お店も減ってた。あとなんか服のお店も減ってましたね。リュイ。肌。ここは、スコップ?なんか、容赦ないですよね。なくなり方が。そう、なんか手当たり次第になくなってましたよね。だって50人もらんかったかな。結構あの時ガンガンマトリョーシカアパレルはいらない。確かにアパレルあっても買えませんもんね。あ、嘘、
金塊が、まだ金塊がいっぱいあるのに、こんなにあるのに、違うよ、投げて、ちょっと。いっぱいメタル取りたい。取るのはいいけど運ばなんか。投げる。もう一個これを持っていこう。うぃ、よいしょ。あ、お金じゃない、あれ、私が手当たり次第に上に投げたやつが、あー、虫がもうちょっと取りたかったな。あれ乗せられない。はい、あ、めぐめ、あ、お金、乗れた。着替えよう。もうハロウィンは終わりましたね。
までも骸骨かっこじゃおかしいかな。なんか持ってなかったっけ？何も持ってないんか。サメちゃんだ。消えた。ご脚立度ありがとう。あれ？え？ブブって言われる。なぜだ？はい、持ち物が多い。脚立頑張ってるよ、働いてるよ。ゼロやね。よし、ちょっと評価してもらってで、マイナス評価になるんだ。なんかあれと違うな。まあ、これでもいいけど。電力はまあまああるけど、あ、明かり全くなくなったな。携帯ライト。イエス。はあ、出た。私の嫌いな数字。これ一生終わらんわ。レシア。苗木もお願いいたします。了解です。ありゃ？よし。はあ、よかった。そして苗木。はい。なんでマークはこんなにできるのに苗木6個。了解です。
これで一個間違えた。こいつも作っとこう。めっちゃ落ちとる。イエーイ。他はない？ないかな。あ、ここにも落ちてる。超あるお金。ヤッホーイ。そして。ギリギリ当たった。ごめん。方向が違う。
われてる。一番被害に遭いやすいやろな。食べちょこ。よし、そして、タラちゃんからもらったはしごを直していこう。乗ります。出稼ぎ。次の島。施設のためなら住民には飢えてもらいます。確かに。ちょっとの間我慢してみたいな。あ、虫歯来たー。しかも金歯じゃなくて石炭歯だ今度。石炭欲しい。石炭、おっ、ファウ。なんで？ジャンプ。よし。ジャンプ。入った。がっつり石炭掘って持って帰ります。多分石炭ね、黒いから。そうそう、石炭だ。あぶねー、あぶねー、あぶねー。死ぬかと思った。なんかこうあるよね。なんだ、テント。またテント。
あ、お金。お金、お金。それよりもこう物が欲しいよね。物っていうかテントとかを。テント一回も使ったことない。ういっす。誰か持ってった。登りやすいように位置変えた。ありがとうございます、助かる。了解です。
けるピッケルあざーす。ピッケルあの人もなんかめっちゃ掘ってたからここあるよ。ピッケルゲッチュ。そして掘りまくろう。なんか滑り落ちるけど、よいしょよいしょ。素晴らしい。どう？どんどん崩れ。で、あ、助かります。もうなんていいタイミング、暗くなってきたなとか思っちゃいましたよ。マジですげーやさめちゃん、もうなんか至れり尽くせり私。フードライトがあったら中の木もいける。もうめっちゃ甘えよ。そーっと、あ、なんか落ちた。まあいいや。うぅ、A 型ですので。素晴らしい、マジで同じ A 型なのに運命の違い、おかしな話だ。あった、落ちた、ショック。あれじゃない、イエス、サンドライト、あたまー、助かるー。
これちょっと直してピッケルもいただき、これで私ちょっとみんな持ってるから中の作業に入ろう。みんなは石炭よろしく。私サメちゃんからハンドライトもらったから中探検するわ。嘘、嘘だ嘘だ、そんなバカな。ちょっと待って、それはひど、あ、違う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 、投げて投げて拾って投げて、食事を、餌を、どこ行った餌、と、もう一個、もう一個どっかあったよね、これか。と、まだ作業できるかな。お金は見逃さんっていうね。無理かな、ギリギリまで。もうダメなんか呼ばれた。いやでももうちょっと、もうちょっとさ、急げ。私餌のがいいよね。登れん、全部積んで戻って食べ物持っていきます。いやここ食べ物あるんで大丈夫ですよ。最悪食べればいいから、ここのやつ。する前に動けってね。この物たちを運ぶんだ、せっかく取ったのに。なくなったー、これいらん。やばい、これやばいやつ。よいしょ、よし、あれ消えた、なんかある。イエーイ、お金だけは見逃さないぜ。他へ行く、あ、マジで。キュこれなんか
取り残された感じ。でももう一人いますよ。あ、バスケだ。よし。違う違う。乗せる。大概で真っ暗。もう乗っとこ。ほい。さあ、お家帰るぜ。ポルゴロへ帰るぞ。やばい、なんかサメちゃんのおかげで帰ってきちゃった。そう、島なくなっちゃったんです。でもサメちゃんのおかげでめっちゃサクサク、私今回働けた気がする。完全にピッケル送ってもらって、ハンドライト送ってもらって、はしごを回収しました。はしご、乗ってました。乗ってましたっていうか、この荷物置き場のところに乗ってあったんで、あれ、家に帰らない感じ。これきっと一旦ポルゴロヨに戻ってるはず。ここはマトリョーシカがいるやつじゃないか。はしごは回収しました。あ、ありがとうございます。そういう意味。マトリョーシカ、マトリョーシカー、お久しぶり。あなたは私がきっと必ず返してみせる。多分乗せたのがサメちゃんです。あ、なるほど、ありがとうございます。私はあの荷物置き場にあることに安心してギリギリまで。あ、ここにいる。そちらに送ります。ありがとうございます。ここにもいるの。マトリョーシカが人殺しにならないために、ここにもウォレア、あれ違う、あ、誰か取った。私が下でマゴマゴしてるうちにサクッと誰かが持ってった。多分あの一緒に帰り寄った人よね、きっとね。もうあの、なんだろう、因縁ですよね、ネジの島。やっと朝になってる。うや。まあいいや、とりあえずメタル通ろう。仕事ドン。なんか転がってった。あそこのマトもいなくなってる。これ多分頑張れば上まで
マトリョーシカめっちゃおる。タウンホールで火災なんてこったい。ちゃんと見たら多分上まで行け、うふ、上まで行けるんだろうな。私前この辺でマトリョーシカ取って、そうだパラソルとかって落ちたんじゃね。確かそのようなことがあった気がする。この場所であったー、やっぱりマトリョーシカ発見。今度こそ割らずに落ち鍋ん違う、落ちちゃいけないんだよ。割らずに下にたどり着くと。あぶね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 。滑り落ちるの得意、落ち鍋。ういし、もうドキドキしながら、うい、あ、いけたかも。これいけたんじゃない？イエーイ、あった。救出、イエーイ。マトリョーシカ、マトリョーシカ1個しか取ってない。よし、身軽身軽身軽なのはいいけど、ちょっと働こう。ちゃんと
こうとするな。でもチェーンソーいらずよね。これちょっと食べようか。いただきます。これ足跡ってやつ？あ？ない。欲しいものなんてない。おお。なんかすごいことになってる。おお。あ。はしごゲッチュン。え？なんこのはしご。引く。なんか私の想像したはしごと違う。感じのアクションを起こしてくれてる人がいる。これってピッケル使えるのかいな。ダメなやつ。あ、よいしょ。ここが一体なくなったんだ。ありゃ。上に登りやすくなったんか、落ちやすくってか、登りにくくなったんか、さっぱりわからん。ただあいつらは島も壊すんだ。なかった。なんかある。なんかの破片。乗せれんの？あれ？これ乗せれん感じやね。どうやって登るべき？
ジェットパック使うのもいいけど、今度降りれんくなるっていう罠が潜んでる。まあ、ジェットパックで降りればいいんやろうけど。無理がある。いや、もったいないよね。まあでも、もらいもんちゅうか、拾ったもんやしな。そんな出し惜しみしても、使うためにあるしね。よい。よい。いや、上まで登ったところでなんかあんのかって言ったら木しか見えんけど。これ行けそうな高さ。無理や。いや、いけんけん。全然届かん。引っかかれ。ここならなんか届きそうな感じなのに、無理か。ちょっとはしごやってみようかな。ダメだってブブーって言われたなんだよ、使えないんじゃんかよ。あ、なんか経験値。もうやれることはやったんじゃない。ここ諦め。木が見えるんだよね。なんかいろいろ空中に浮いてることになってる。もしバスだ。この子は私が連れて帰る。そして島に戻ってセットしたい。乗りまーす。なんか見る限り誰もいなくなったっぽいよね。多分。この島というか、一旦町に帰りたいな。町に。帰れるね、これは。町に、今町に向かってます。多分町で降りれるはず。降りれる。というか、ここで途中で降りたらいいんだって。よし。町到着でーす。ポルゴロード。そして、マトリョーシカセットー。ありゃ？セットするって出ない。
止まっ